フィーチャーでございます。というわけで、続きやってまいりましょうか。ムジュラの仮面。と、前回はですね、もう、最高ですね。何がだって話なんだけど、違う。ムジュラの伝説、ね、もうむちゃくちゃなってるね。ムジュラの仮面で最高の、サブクエで、アンジュさんとカフェの結婚式ということをね、結婚式じゃねえな。結婚式は迎えられてないんだけど、はい。まあ、できたんで、今回はですね、ハートのかけらを集めていこうということで、まあ、サブクエがまだね、いろいろといくつかある中で、ハートをね、16個集めないと、絶対にクリアすることができないというか、まずそもそも挑めないっていうね、残ってる分の、チャレンジとかもあったりするんで、それをやっぱちょっと、ね、一つ見ておきたいというところがあるので、とりあえず、まあ、ラスボス戦にいつでも挑むことができるような状態では今なってるんだけど、まあ、サブクエをクリアしてですね、ハートのかけら最低16個集めた状態でラスボス戦挑んでいきたいと思います。だからまあどうだろうね、ナンパーとかね、相変わらずの鉄壁のボディ、鉄壁のボディじゃねえな、鉄壁の防御力っていうことですね。さて、まずは、まあ、下ごしらえをやっていきながら行かないと料理も調理もすることができないんだけど、あのさ、今自分で言って思ったんだけど、料理と調理の違いってなんだ、分かる人したらぜひコメントで教えていただけたら幸いです。下でカチ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 言ってるけどね。はーい、ということで、ちょっと下手くそ、ちょ、下手くそ、ボツだわ。飛んでこっちに登ってっても、ちょっとごめんね、あら、お付き合いくださいませっていう、よし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 、左、意識、ぴょんと飛んできて、左、オッケー、なんかもうどこを踏んでるのかわからない空中浮遊作戦って、武勇術だっけ、で孫悟空じゃなくて、天津飯と餃子美味しいよね。天津飯と餃子もね、うん、やっぱね、なんかね、いろんなお店のね餃子を食べるんだけど、結局ね皮はいつもペロッペロに出来上がるんだけど、もうあの焼くのが一番下手くそすぎて、おつ玉なんだけど、おつ玉好きだな俺じゃなくて、あれ、あのパンがね、好きだからね、自分が作る餃子が結局一番好きっていうオチなんですよね。ということで、まずは、まあ、ルピーを貯めて、ゲットできるハートのかけらとかもあったりはするんだけど、ねえ、もうモンスターだらけの世の中なのにさ、もう外にさ、子供でもさ、剣取れず、なんか身を守ることができるものさえあればいいですよ、みたいな、そういう、ちょっと軽いオチがね、もう、この街の治安が果たしていいのかどうか、まあ泥棒をね見逃すような憲兵さんがいるくらいだからさ、そう、最近ようやくさ進撃の巨人も全部見終わったんだけどさ、やっぱりなんとかだなんとかだな、調査兵団とさ憲兵団とさ、見守り兵士みたいななんかいろいろあった気がするけど、まあなんだろうね、それぞれのやっぱ生活を守りたいみたいなところがあったりとかするんかもしれないけど、そんなのはまあね、もうね、保守的なっていうところ、いえいえ、何の話だっていう話なんだけど、さて、ここで、おいしょ、ポチョンと言っといて、もう一発、ジュジュと言っといて、で、中に、確か沈んだら、お宝物がゲットできるんじゃなかろうかっていうオチだったと思うんだけど、果たしてどうでしょうかね。沈みます。うりゃ。さあ、お目目が生えたビッグママちゃん。どこ行ってくる。キック。リーチが短すぎる。あ、ちょ、痛い。おめ、この野郎、水の中にいるから、植物さん、お元気でございますね。バイオデクマ。バイオって言葉が、なんか多分ね、2000年の頃のゲームだから、流行ってたんだろうな。バイオってとりあえず入れとけば、なんか取れて、俺の知ってるバイオ、バイオ、ハズル。まあ、次が、続き一緒だっけ？違う。V から始まるのと B から始まるのと、またちょっと微妙にニュアンスが違ってくるからね。さて、あ、で、若干さ、声が枯れた。あれ？ちょっと待って。ん？宝物、あれ？ない？出てこない？大抵こういうのって、あ、じゃあ上にあったあれかな？蜂の巣をぶち抜いたら出てくれってタイプかな？ほい、ぶち抜いて、もう一丁、ぶち抜いて、落ちてったら、これで見つかるのかな？あるかな？あ、あったありがとう、センキューシェイシェイ。よっしゃ、行きましょう。まあね、半年前くらいから中国バブルのね、崩壊なんかもあったりとかするからさ、オルカもどんどん中国株をこうね、なんか、撤退してるっていうか、数を減らしつつあるけど、あれがどこまで影響するかって、まあ結局、なんか今のところさ、もう情けないって言ったらあれだけどさ、まあありがたいことに、まあ米国株が優勢っていう状況は変わらずというか、むしろなんかその勢いを増したよねっていう感じがするよね。さて、
何時だったかな、10時くらいにならないと夫婦の仮面を使ったやつがね、しかも夫婦の仮面ってさ、手に入れるまでがめちゃくちゃ大変でさ、まあ、サブクエで感動させますせだなみたいなところがあるのかもしれないけど、使える箇所が1箇所しかないっていうのがすげえ残念なんだよね。まあ、夫婦の仮面を使っていろんなねキャラにこう話しかけていったら結構なんか特殊な言葉とか聞けるのかもしれないけど、それを使って新しく手に入れることのできるハートのかけらっていうのがたった1個だけっていうところが、まあ寂しい残念っていうところなんですよね。さてさて、あと2つだからハートのかけら最低8つ手に入れればそれで問題ないっちゅっていうところなんだけど、ね、まずねこいつに話しかけんぼして、あ、ちょっと待って、番号だ、じゃあ欲しい気持ちは分かる、ちょっと A ボタン見せる、ちょそう、 A ボタンをね上げ、あ、ちょっと A ボタンじゃね、あの上げたいところなんだけど1つしかないから、この正解に1つ、ブブ、ちょっと待って、あれ何番だったっけ、そう、暗号 U でちゅうて、E でちゅうよ言って、どうだったっけな、あ、ちょごめんすみません、ジムシャンですね、ボンバーズってのあれなのかな、ちょっと待って、A ボタンの操作がむずい、 A ボタンの操作がむずい、で、あ、そんなことは気にしたら負けだますということで、走って回る、とっとピリピリ、飛んで結局水に沈んでいくんだよな。ということで、門番さんがね、あのドクロのついたクモちゃんがこっちを向いて、おお、ピケのケーとかって言ってるけど、まあ、まあそんなことは無視してどんどん走っていきましょう。ということで、ここルピーは、なるほどな。デックナッツの時に来ることを想定してるから、結局魔力しか手に入らないということなんですね。はい。まあ魔力よりも魔族の方が強いけどな。あ、そりゃそうじゃ、いつでもうまくルピーが稼げるなんて思うなよ。そりゃそうじゃ。ほんでこっち行って、登って、そう、あのね、今何やってるかっていうと、ちょっとあの10時までの時間を使ってですね、ここでまず月の涙を手に入れて、町から飛んでいくデクナッツをもう一回この顕微鏡じゃない、なんか顕微鏡がめちゃめちゃ短いんですが、この望遠鏡で覗き見ることで、こいつあのそのこの月の涙を上げたデクナッツちゃんがなんか穴に入っていく、うん、穴に挿入していくところが見ることができるから、それを見て、ルピーじゃ、ハートのかけらを買い占めるっていうね、そういうのをやっていこうかなと思っている次第でございます。はい、おじいちゃんいつもありがとう。さてさて、ワードはガッチャンコ、出て行った先に月の涙、月の涙もでもさ、こうなんかリンクの頭よりもでかいけどさ、アキボがもしさ隕石としてボーンって降ってきたとしたら、だいぶやばい、いい爆発物陳列剤が起こると思ったけど、そんなことはないんだよな、そんなことないんだよな。まあ、とりあえず普通に戻るよりも多分これを奏でて戻った方が早いと思うので、戻っていきます。若干声聞き取りづらかった、本当ごめんなさい。ちょっと最近ねバスケットボール、あのいつもさ僕あのミニバス教えてるっていう話してると思うんですけど、ちょうどそのミニバスを頑張って、今日は特にあのまあいつも2時間のコースで、だいたいそのメインで教えてる、まあ、主催の方がいるんですけど、まあ、その人がね、ちょっと今日はブルーホース中心に頑張ってみんやって言われたから、まあ要はゆくゆくは今その全部のスクールをその主催をやられてる方が見たりとかしてて、まあすげえ大変なんですよね。スクールもどんどん増やそうとしてる中で、まあ、そうなるとまあ任せられる人物が1人欲しいよね、2人欲しいよねってなってきた時に、まあ、僕もその1人の候補になってるから、あ、じゃあ今日はあの2時間中心にちょっと見てもらって、まあ、どんな様子なのかっていうのはフィードバックをあげるから、まあいろいろと やっててねって言って、まあいろんなね、小学生それこそ1年生から6年生までいるからさ、そのメニューをどうしてもね、まあ、上位組と下位組っていうので分けたりとかしなきゃいけないから、まあ、あっちのコートでこんなことを叫び、こっちのコートでこんなことを叫びみたいなことやったらね、まあ声が久々に枯れ散らかしちゃいましてね、まあ、前々職、まあ、1社目で入った時の入社した会社なんかはもうそれこそ4日間叫びっぱなしみたいな研修とか受けてきたけど、まあ、そこまで一生懸命頑張ったにもかかわらずですね、頑張ってね、あの声を枯らしつつ毎日だったんだけど、まあ、そこで濃度の耐久つけたかなと思ったけど、まあもうやめて何年くらい経つんだ、7年6年7年経つのかな、うん、やっぱ
普段から使ってないと、まあ、筋トレもそうじゃん、使ってない筋肉があったらさ、まあ、なんか10年くらいマッスルメモリーが残るみたいなこととか言われたりとかするけど、結局衰えてて使い物にならなくなりますわみたいなところがあって、まあ、僕の喉も喉チンクもそうだったわ、うん、やっぱチンクも常に血流良くしてフルボックスさせておかないといけないっていうところだったんですけど、まあ、僕の喉チンクは耐久力がもう衰えてしまって、たった2時間叫んだだけで、まあ、ずっとさ、うらてめえみたいなことじゃなくて、おいこれこうやで、ああやでみたいなことを、まあ、ちょっと遠くの子とかにも聞こえるようにブワー喋ってたら無理だったって話、なんかおつゆ月の涙なかった今、月の涙がちらぽんと映った、ああ飛んできた飛んできた、飛んで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 、どこまで飛んで、回って回って回って回る、さて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 、やつをしっかりと凝視して凝視して、あ、おお、こっち見んなし、こっち見んなし、あれ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 、見失った見失った、あれどこ飛んでった、この足元らへんの穴に入っていく瞬間があるはずなんだけど、今の穴だよね、あれ違う穴だったのかな、あれ俺ミスった、もしかしてボムチューがいる、走れボムチュー、いやー、なんかまあ発見できたような発見できなかったような、でもこっから飛んでいくことも確かできなかったよね、これあれかな、もしかしてだけどフックショットをさすけばさすけばアマテラスかな、術の名はキリン発射、無理でした、ジャギン、なんか木にぶら下がりっこしてるやつがいる、無理だったから、じゃあもう普通に戻るか、じゃあそろそろ10時にもなるし、夫婦の面のイベントもやっていきたいから普通に戻ってちょっと時間を稼ぎたいと思います、いいね、ここ無限にゴルピーじゃないや、15ルピー稼げるんだな、よっしゃ戻って戻って戻って、パーフン、くるっと一瞬で、ウサギ仮面頭巾仮面を持ってってっと、はい、ピョイピョイ、このままあれかな、普通に50ルピーも取ってっか、まあ、ルピーはね、さっきも言ったように稼いでいかない、ちょ端っこの方行けばこいつが落ちてきても平気かな、ああ大丈夫そうだね、よかったよかったか、さてと、縦を構えるのもめんどくせえから、そのまま、よいしょっと、自爆します、自爆スイッチ、うえっ、ここ開けてーた、びっくり、あ、おお、そっか、てっきりあれだ、50ルピーだと思ってたら倍くれた、ありがとう、100ルピー、いや100ルピーの銀ってなんかね、うん、輝かしい功績だよね、どういうことで、まずはゾーラになって、どのあれだもんね、うわちょっと待って、無理でしたってなったらもう直接取りに行くか、ゾーラちゃんあなたの出番です、そうそう、魚をなんか最短でいけば5匹食わせれば手に入るハートのかけらとかも、あ、なるほど、下水道の魚は臭くて食えんっていうことだから、そもそも拾わせないというそういう選択肢になるんですね、ごめんなさい、残念でした、無理でしたということで、戻りましょう、はい、と言いながら、まあ、時間を潰すことに成功したんだけど、あと20分か、みんな20分僕の雑談聞ける、無理だよね無理だよね、おーゴーマーでしょ、おっす久しぶり、めっちゃ喧嘩打ってくるやん、なんでなん、あんなに泣いてたのに、ああそっか、3日前の記憶だからもう忘れちゃいましたよ旦那っていう話か、さてじゃあお前と俺で競争しようじゃないか、果たしてどっちの方がこの10時に入るのにふさわしいか、俺かお前か、俺か俺以外か、あ顔が近いですね、ルイージーみたいな顔してるけど、さてさて、ギョイン、お、ねえねえ僕ちゃん、僕としゃべる、うい、年いくつ、12歳かな、何歳だったっけ結局実際、12歳だっけ、12歳から7年後で19歳になって一応成人してるって、なんかね最近の日本みたいな、18歳で成人しますせって、よしギリギリか、マリカマリカ、ちょっと待って、開けすさみ、開けすさみ、あ、ちょい、この架け橋だ、結局交番座長が入っていく、お前の方が早いのか、汚いケツ見せやがって、お手手でかすぎない、お尻よりもお手手が大きかったぞ、そんなじゃ外国じゃモテねえかな、モテる気ないんだろうけど、てかもうここがすでに外国な気がするけどな、さてさて、ここではなんと、素晴らしいですね、若いカップル結婚、母ちゃん逃げたからなって思うんでね、ちゃん誰だっけ、
我が党を出すじゃないけどね、松本じゃないもんな、うんうん、まあでもそうだよな、そのなんかいざと、いざさ月が落ちなかったらラッキーですみたいな感じじゃん。だからさ、なんかしきたりに従ってとかっていうので家族を失いくらいだったらさ、ねえ1年くらいやらなくても別に構わないじゃないですかって思うんですけどね。ということで、はい、ありがとうございました。もはやなんかギブド初めてさ、ゼロの十七の仮面やった時さ、今言いかけたけどギブドのお面とさ夫婦の仮面って一体何が違うのっていうの全くさっぱり分かんなかった。おめえの歩幅よ、好きな、お前 10分ちょいかけてその程度の距離なのかよ。はあ、なるほどね、なるほどね。さてさて、じゃあこのまま次に行きまして、行きましょう。さて、じゃあさっきデックナッツをちょっと見失ってしまったんだけど、おやつが見てあろう穴に入っていけば俺もおこぼれをもらって別の穴に入れることができるんじゃないかなと思うんだけど、皆さん後ろの穴と前の穴どっちが好きですかね。今の質問は聞かなかったことにしてください。さてさて、あ、ちょっと何だ、地味にゴールが落ちろ、わー吹き着地はかっこいいのに、しかもあの着地したのになぜか足をぐねっているっていうことは相当かかとへのダメージが大きかったんだろうな。さて、ここにいる、あ、いない、あれか、穴に落ちていく瞬間までをちゃんと見届けないと無理なのか。あーはーはーの髪の毛ありますか、ありますか、ありますか。無理無理、そんなの無理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 、そんなのやだ、仕方ないな。じゃあ別のところのハートのかけらっちを集めていくしかないよね。あ、いなくなってる、親方、私たちあいついなくなってる。トゥル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 、この辺に確か穴が開いてる。にゃろ、ハートキャッチ兄弟、友人で兄弟。あー、なんかさ、ちょっと前に見ただけどさ、なんか兄弟に入らなかった息子を裏切り者だと思いましたみたいな、独身のさ、独身ってあの毒の親とか独身のさやつがある、なんかツイート、ツイート、今ツイートって言わないんだよな、あれって。どこでいいのかな、シンプルに、うん、流れてたけどさ、結局さ、あのどの大学とかを出ようがさ、まあ、もちろんその地頭っていう意味では大事なのかもしれないけど、いい大学に行くっていうのはさ、まあ、基礎学力とかそういう面ではさ、結局将来さ社会に出てさ、どれだけ、ね、人生トータルで見た時に幸せなのか、幸せの、うぃー、何か飛んでる、幸せだったのかっていうことが大事だからさ、別に大学どこ出ようがって関係ないじゃん。僕だってさ、あの某私立大に行きたかったけどさ、そので OB 会みたいなのがあって、そのそれらの私立、まあ僕の結局出た寛大もそうなんだけどさ、うん、まあでも結局寛大に行ってなかったら今の嫁さんとも出会うことができてなくて、あの立派な立派な娘ちゃんとかも生まれることもなかったからね。だからまあトータルで見たら、じゃあ寛大に行くってなった時に、僕は正直ね、もう最悪だったの、絶望だったのよ、うん、もう行きたいなって思った大学に浪人をしてまで行くこともできなくて、まああのね、現役生の時には全部落ちたから、どこの大学にも行くことができなかったんだけど、これはあれなのかな、一つ一つの前で別々の楽器でやればいいの。ちょっと待ってね、詳細のボサノバを忘れてしまった。これ何ていうの、詳細でいいのかな。そう、まあだからね、どこの大学に行こうかって、もちろんさ、まあ親の身からしたらさ、どこどこの大学に行ってさ、そのあの立派なね肩書き手に入れて、なんか自慢できる息子や娘になってほしいっていう思い確かにあるのかもしれないけどさ、それってでも親のエゴだしさ、ねえ、まあさすがにさ、あの娘をおそらく不幸にするであろうなっていうことがもうほぼ分かってるような、なんかあの旦那候補と連れてこられたら困るけど、まあ、なんかその夢追い人ですみたいなとかでさ、もう夢追い人じゃなくて、もう夢叶えてる状態で娘のことをさ迎えに来いよって思ったりもするんだけど、まあそれを夢を叶えるために、なんだろう、あの娘をさ、うん、あ、娘が支えますっていう覚悟とかあるみたいな、そういう話だったらまあ別なのかもしれないけど、まあそれはそれで、あのね、あの娘ちゃんの人生だから、親が出しゃばるところじゃないのかもしれないけど、まあでも心配にはなるわな。年収150万ですとかっていうのが、年収150万とか200万ってフリーターやってますウィスパーパーみたいなのが来たら、本当にとつきますぞボケってなるかもしれないけどねまあ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 、でもね、うん、で結局これは一個一個あれなのかな、
無理なのかな。あーここじゃないのか。じゃあやっぱ大きくなってるところを他の穴も探してでやっていかなきゃいけないっていうそういうオチになるっていうことでやんすな。じゃあ一旦ちょっともう一回だけ試して、今ちょっと微妙に斜めってだから無理かな無理かな。まあ無理だったらドンマイオチノスケっていうところなんすけど、あーやっぱち、あーお前が回るんかいお前が回るかい。そっかそっか、じゃあやっぱ違うね。うん、ということなので、じゃあ違うところに行ってきましょう。登りましょう。ファッション、あー、くだらないです。さて、じゃあ外して、で、いったー、いったんね、そう、こっちの方に行って取り逃しているハートのかけらがあるので、取りに行っていきましょう。ドゥクドゥドゥクドゥドゥクドゥドゥク、ピキ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 、怒りの線が伸びる。くるっと回って、オッケー。さあ、こっちもくるっと回って、さあ、やすネットを踏んで、あ、なんかいろいろ欲しいから、先にぶち出しておきます。で、ここを登ったところにハートのかけらがあるとか、見逃してしまうよね、こんなところなんかね。ちょっとバットバットがあるらしいから、あ、でも周りもまだ他いるのかな、なんかすっげえ音が聞こえるんだよな。まあいいや、とりあえず登りましょう。で、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 やっぱりぶちのめしてからのがいいのかな。クソ、ぶちのめすための武器を今から装備します。で、どこ行った。あ、で、両面四角からの攻撃が上手でやんすな、ほんとに。で、あと一匹かな。一匹どこ行った。あ、いた。一匹目を見舞いしたいさ、こっちに行った。あ、シュッと、あい、すーげー勢いで飛んでいきやすな。で、登ってったところに、と、OK でざんす。いいね、いいね、いいね。さて、さて、さて、さて。あ、向こうに行っての。で、こっちで確か、あ、違うわ。穴か。穴という穴に入れていかなきゃいけないんだ。鼻の穴詰めて、耳の穴詰めて、目ん玉潰して、で、それから、あ、こう、アナとルーの雪の女王もカタカチカチにさせて、え、で、こっち登っていけるよね。オッケーオッケーオッケー。で、穴に入っていって、残りキャッチというとこっすね。んでからのポン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 、急に金地か。穴どこだっけ、あれだっけ、あれを爆発させたら青春が終わると、うん、そもそも青春爆発ってどういう意味、青春が爆発するって何なんだ、なんかその弾けるくらい楽しいっていう意味合いなのかな。急に細かいことを気にしだす変態野郎です。さて、おい、オッケー、チュチュルチュン。だからこれ多分あれだろうね、1個じゃなくて全部同じ色に変えなきゃいけないみたいな、確かそんな話だったから。うわ、あー、すごっ、バイオの RE エンジンみたいになんかこう一個一個繋がってんだね。まあ RE エンジンじゃないんだけどさ、全然。そもそも会社が違うからそんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、すいません。すいません、すいません、すいません。さて、じゃあ登っていきますか。クイーン、クイーン、クイーン。ああ、はい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 。にゃろほど、にゃろほどね。オッケーオッケー。じゃあこれあと2つ穴、ありますので、これ登っていかなきゃいけないってところだよね。よっしゃ、じゃあ行こっか。オッケー。で、とりあえず、違う、外して走る。なんか爆風スランプのなんか二十何年ぶりにあのコンビ復活しましたみたいな話が、え、いつだったっけ、あれ3月入ってすぐくらいじゃなかったっけ、あったよね、あれ楽しかった、あれ面白いね。まあ何をやるのかって話に、でもごめん、結局爆風スランプもさ、あられちゃんしか知らないんだよ。違う、あられちゃんじゃなくて、あのランナーしか知らないんだよね。瓦礫の上の少年、いつか俺も疑ってるって、もうわけ分からへんことばっかり歌ってんな。で、そんなことを気にしてる、あ、なんかわけのわからんこと歌ってる間に3つ目に来ましたので、OK ですね。よしよし、じゃあ行きましょう、行きましょう。残り1つでやんす。おりゃ、飛んでくるお前が悪いんだぜ。俺の前では何人たりとも勝てる。お前弱いんかい。
もうわけ分からへんこと喋ってるからな。さてさて、ほんでから2個、ウッキーウッキー、チャキンチャキンチャキーンと。で、こっちの方にテク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 、あれ縦の角度が悪かったのかな。まあ、やられるときはやられますよ。あれ、この辺に穴ってなかったっけ。あんな、あんな、あんな、あんな。ルルルルルルアナアナルル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 ルアナアナルルルアナララ、あ、ないな。とりあえずちょっとこいつら欲しいから、一体一体ちょっとどけておいてからの、いや、お、この辺にラストの穴が確かあったはずなの。こっちまで行ったらあるかな。とりあえず破壊のちぎりをかわしてアタックオン、タイト、危ね。こっちに登っていくと、でもあっち行きすぎるとさっきあのデクナッツがいたはずのデクナッツのいない穴になるんだもんな。あったあった、ここか。お兄さん見つけただ。オラ見続けちゃっただ。オラ見続けちゃっただ。最後のゾーラなるだ。オッケー、さてとこっちで、たん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃちゃん。ちゃんちゃちゃちゃんポコチン、下品なことしか言えへん、私のことを頭からと突き回していただき、クマセクター、いやー、オッケー。チェルルチェルルル、違う違う、それで出てない。さてと、じゃあラストはあそこ行きますか。パッパカ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 パカ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 パッパパッパカパカパー、走る走る、俺たち復活おめでとう、パクフスランプ、じあまりじあまり伝えてない、声が枯れすぎて声が散って、声はしんどくない、喉がチュラリでしゅ、でも頑張るんでしゅ、そう、収録は続けていかないと私の生命線が断たれるんです。まあ、ありがたいことにね、ちょっとずつ、本当にちょっとずつね、まあ、これまでにないハイペースで、なん誰だっけ誰だっけって最低な登録者の皆様の数も増えてきつつさ、ね、収益もちょっとずつちょっとずーつ伸びてきてるから、本当に、まあ、私のお小遣いの糧になっていますよっていうところですね。皆さんのおかげです。本当に私が頑張ってこうやって元気に実況をやれるのも、ね、あの体調を崩そうが声が枯れてようが見てくださるという、もう貴重な貴重な視聴者の皆様がいらっしゃるから、私頑張る、言って私頑張ることができるんです。さて、ここなんか忘れてたんだけど、柄悪っていうか、目玉がトイリャー簡単でいいやんすーとこで、パパ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 、1分か、じゃあ1分じゃねえ、ほい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 、プロポンすぐやりにくいんだよな。で、こっちの方にテレテテテレテテ、オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、グエグエグエがグエグエしてる、ちょそっかそっか、や無限だし、まあなんかそれっぽいところに打ってたらなんかいつか勝手に当たるんじゃないかっていう、そういうオチがあるんだよね。ということで、そんなことも言いながら命中率を目指していくぜ、ベイベー。やっぱあれだな、思ってたよりもグエ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 進んでいくな。おー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 、チャラチャチャ、オッケー。で、今度こっちからかな。そうで、マッフェクト取って、生が2100点くらい取ったらあれだったのかな、確か合格するというか、あれ一匹ずつだってか、ちょ逃がさない、沈まない、あー、ちょ待って、そう、やたってだけじゃなくて、町にある射的場も、50匹のオクタロックを 100% 取れればってなるんだけど、あれ多分ね、無理。諦めてる。もう初めから無理って諦めてるんだけど、まあそんなこと言いながら、オッケー。さて、あとこっちから来るかな。あれ、グエッ、おー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 、反抗期のオクタロックじゃない、こいつになったっけ、怒りになってた。ね、めっちゃでっかくなってるけど。でっかくなっちゃったー。ちょっと待って、冬。オッケー。で、あと、ちょ、あいつ倒すのむずいな。ちょ、あおーって言ったら、当たった今。あ、ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。とこで、あ、ちょっと待って、ちょ、倒したけど。あれ、まあ、もう一遍やらしてあげろ。強制的にスタート、強制的に再開させられてしまった。ほんの、ちょ、いや、まあ、ただでもう一回できるのはさ、ありがたいけどさ、ルピーの節約になるのはいいんだけどさ、強制すぎる。よし、やっぱこうちょっとちゃんと狙っていかなきゃいけないよね。ちゃんと狙って、
微調整微調整微調整オッケー。あ、待って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 、お前を逃すともうその時点で終わりなんだ。うわーくせな、よし、めちょ、しゃい、めちょ、めちょ、めちょ率 100% 目指して、もう 1100% 切ってるけど、そんなことは気にしない、オッケー。さあ、次、いいね、おー、2体、あれ、こいつ2体出てくるんだっけ、 2体連続で出てくるんだっけ、ちょっと覚えてないでやんすなんだけど、こっちから、い、狙って、狙って、狙って、発狂を狙って、あ、もうちょっと、頭かすっていう、頭カプチーノ。ほんでもう一丁出てこい、オッケー。で左からグッチーグッチー、あれ右だっけ、あ、出た反抗期の怒りナッツ、怒りナッツだったっけこいつらね。えあんまり今回存在感薄いよね。森の神殿の時とかすごい、森の神殿じゃねえや、サリアの森からサリアの森に行く時、サリアの森じゃねえ、なんだ、コキリの森か、パッパッパーパッパッパー、サリアに会いに行く時にさ、出てきた時にはすごいなんか、うん、どうやってサリアここ抜けてったんだろうみたいな、そんな感じがしたけど、パーフェクトルトゥトゥー、ありがとう。これで多分ハートのかけらキャッチできるはずだよね。うん、大丈夫かな。さて、じゃあここも終わって、わー、収録時間が恐ろしく30分を過ぎてしまっていたということで、じゃあ一旦ここでカットして、次のパートまででおそらくハートのかけら全部、全部というか、あの目標数値に届くんじゃなかろうかっていうところなので、そうだね、15個まで行ったもんね。よし、じゃあ一旦、区切りがいいハートのかけらを取ることができましたので、こちらで終了とさせていただきたいと思います。次回ハートのかけら集め切りたいと思いますので、また次回パートもお楽しみください。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。バイなら。